鉄です。砂の惑星ピアノ中級エフメロ動画の2になりますね。小説でいうと1から4、ここの左手と両手で合わせを練習していきます。今日練習するパートまで一度弾いてみます。では早速説明していきます。まず左手ですね、5番1番を、ずっと使っていきますね。まずラのシャープ、はい、このような感じですね。ラ、ラ、ド、ド、次にファです。ファ、ソのシャープ、これだけです。簡単ですよね。これだけです。これ今1小節やりましたよね。あとの2小節、そして3、4小節全く同じで大丈夫です。はい、もうずっとこれの繰り返しです。簡単ですね。では両手で合わせる練習していきましょう。最初だけですね。まずここまでやってみてください。そんなに難しくないとは思います。はい、いいですかね。では次行きましょう。はい、こうですね。もう一度行きます。小節続けていきますね。はい、いいでしょうか。では上の方のね、指番号右左同時に弾くところはピンク色になってますので、そこ注意して練習してくださいね。では 1,2 小節、大丈夫という方は次 3,4 小節いきましょう。左同時に弾くところはピンク色になってますので、そこ注意して練習してくださいね。では 1,2 小節、大丈夫という方は次 3,4 小節いきましょう。はい、ではここでのポイント。ここはですね、実は簡単そうに思えて、実は左手のね、タタタタ、これがね、うまく弾けない人多いと思います。ここもね、いつも言ってるんですが、ゆっくり練習していって、ちょっとずつスピードを上げて弾いていくことで、はい、ここがですね、左手しっかり弾けるようになりますので、じっくりね、弾き込んで練習してみてください。で、後半の復習動画でも練習してみてください。